核武力政策を憲法に明記することを決定しました北朝鮮の朝鮮中央通信は昨日までの2日間にわたり平壌で開かれていた最高人民会議で核戦力を高度化するとの内容を盛り込む憲法の修正が行われたと報じました会議で演説した金正恩朝鮮労働党総書記はアメリカの核に対抗するため 核保有国の地位は絶対に変えたり譲歩したりしてはならずむしろ一層強化しなければならないと強調しました。